昨晩は佐田岬の大泊キャンプ場というところに泊まりました。夜露が心配だったので、炊事場の下にテントを張りました。キャンプサイトは、向こうの方になります。小さいんですが、芝生のサイトがありました。佐田岬ホテルということで、現在はコロナ対策で温泉に入れないんですが、日帰り温泉もやってるそうです。この海岸は、中国からの、漂着ごみが、非常に多い海岸でした。見てきたら、まあ半分以上は中国からの漂着ごみになってます。景観はなかなかいい場所です。佐田岬へ行く途中にある北緯31度線、というモニュメントがありました。非常に大きなモニュメントです。北緯31度線というのは、このような、ことを言うみたいです。カイロと上海と佐田岬とニューオリンズを結んでいる線みたいです。佐田岬の駐車場に到着しました。今売店が開くところみたいです。ここに、大きなガジュマルの木がありました。前回来た時には気づかなかったです。非常に大きなガジュマルの木です。佐田岬へは、こちらの売店横のトンネルを通っていったはずですので、行ってみようと思います。ここを、通ってしばらく歩くと、佐田岬です。トンネルを抜けて、600メートルほど、このような歩道を歩いていきます。向こうに見えるのが、展望台になります。少し歩くと、歩道沿いに、岬神社という神社がありました。旅の安全を、お祈りしていきます。このように、非常にしっかりとした木道が整備されているので歩きやすいです。ここからの眺めも、非常に綺麗です。やっと、佐田岬展望台に来ました。向こうに、佐田岬灯台が見えます。これが佐田岬展望台からの眺めです。今、ヒヨドリが、群れを作って、たくさん飛んでいます。太陽も出てきて、気持ちのいい、一日になります。
向こうの方に見えるのは、多分開聞岳になると思います。非常に美しい形をしています。鹿児島はソテツが、自生しているところが多いんですが、このように佐多岬の、崖のところも、ソテツが、自生しています。かなり切り立った崖のところにも、このように、生えてくるみたいです。ほとんどがソテツになります。かなり舞っていたのですが、なかなか霞が取れません。向こうの方にうっすら見えるのが、硫黄島です。そして、こちら側が竹島になります。前回来た時は見えたはずなんですが、今日はちょっと、霞が、かかっていて見えませんでした。鹿児島に来て非常に匂いの強い花の香りが漂ってましたが、この銀木犀のような感じの小さな花から匂いがしていることが分かりました。非常にいい匂いです。ちょっと何の花かはわからないですが、自分の知ってる限りでは銀木犀に近い、感じです。蝶々も寄ってきてます。この辺りは、このように、紫式部か、ヤブムラサキかちょっと判断できないんですが、その類の植物が、たくさん自生してます。庭木などでは見たことがあったんですが、自生しているのは初めて見ました。たくさんの実をつけてます。鹿児島にもたくさん生えてますし、沖縄にも、たくさん生えていたこの、里芋科の植物ですが、先ほど、展望台のところの、写真で、薬用になると、書かれてました。実がなると薬用になるそうなんですが、今のところ実はなっていません。赤い実がなってました。ここにも大きなガジュマルの木が生えてました。沖縄以外でも、確かに生えてるんですが、こんな大きいのも、鹿児島ですと、自生しているようです。鹿児島はまだ蝶々がいっぱい飛んでます。非常に小さな蝶ですが、たくさん飛んでいます。鹿児島はまだ、蝶々が、結構飛んでいます。特にこの、アゲハチョウよりちょっと小さいぐらいの蝶が、結構飛んでます。潮岬にある海岸に降りてきました。前回来た時も来ようかなと思ったんですが、
人が多かったので諦めた場所です。やはりこの海岸も、かなりのゴミが漂着しています。半分ぐらいが中国製の、ゴミです。中国から流れ着くようです。これなんかは、少し変わったゴミで、発煙筒を飛ばして、落下傘がついていてゆっくり降りてくるような、緊急の時の、船に積まれている発煙筒のようなものです。鹿児島に来て意外なのは、海岸に、軽石と、あと、この大きなサンゴの、石が、落ちているということです。沖縄よりも、綺麗な、サンゴの石が落ちているような気がします。今日は、このトンボが、結構飛んでいます。昨日まであまり見なかったんですが、そろそろ、トンボが飛ぶ時期みたいです。日本本土4局踏破証明書に、日付を入れました。4局、最北端等のところにこれが置いてあるそうですが、自分は、沖縄に行くまで、これがあることを知りませんでした。フェリーの中で教えてもらいました。これから、また集めていこうと思います。錦江町にある小川の滝上流展望所というところに来ました。薩摩の、滝として、有名な、滝だそうです。滝壺はエメラルドグリーンで、落差が、50メートルほど、幅は60メートルということだそうです。水量が、少ないので、少し迫力には欠けますが、非常に大きな滝です。昔は、ここに、発電所があったそうです。この下に、もう一つ展望所がある、ようです。下からも、見上げることができるみたいです。ただ滝壺には降りれないということが書かれてました。大隅半島の岸田展望所になります。海が非常に綺麗です。向こうに見えるのが岸田海岸になります。スペースポート内の浦というところに来ました。ここは、発射台から、ロケットが打ち上げられるのを、見学することができるスペースだそうです。
現在は特に何もないんですが、正面に小さいですがロケットの打ち上げ台らしきものが見えます。ここは一般の人用のスペースだそうです。JAXA の宇宙センターの見学許可証を取りました。今からこちら側から入場して見学をしてこようと思います。星ヶ丘、展望台というところに来ました。ここから、全体の様子が見渡せるようです。向こうの方に見えるのがロケットの打ち上げ台になります。正面の大きなのがパラボラアンテナだそうです。いろんな施設が、向こうの方に見えます。後ろにも、このような大きな、施設があります。伊藤川秀夫という人の銅像と、日本初の人工衛星おおすみの記念碑があります。次はこの先に進んで見学をしていきたいと思います。 S520 ロケットというものが置いてあります。本物かどうかはちょっとわからないんですが、観測用ロケットだそうです。偽物っぽいです。 M3S 型、ロケットというのが、あります。こちらは実物大模型ということで、レプリカになります。ただ非常に大きな、ロケットです。次は資料館というところを見に行きます。門を一回出て、ここは歩いて入っていきます。ここは宇宙航空研究開発機構内之浦宇宙空間観測所宇宙科学資料館です。ここの観測所では宇宙空間を科学的に研究するためのさまざまな観測装置や人工衛星のロケットによる打ち上げ実験、新しく開発されたロケットの機能を確かめるための飛翔実験を行っています。また打ち上げられた人工衛星からの観測データ
宙グッズ販売マシンという自販機がありました。お土産の販売機になります。最後に、打ち上げ台のところに来ました。これが打ち上げ台になります。隣に、おそらく模型だと思いますが、MV-1 と書かれた、ロケットが展示されてます。こんなに近くで見れるとは思わなかったので良かったです。